めっちゃでかいな。何？結構美声だね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、弾丸屋でスタンダンを作った件、今からボルカギガースのとこに行って、角の流石をかすめとろう。このマークがついてるとこってことよね。あとはガネットの林、セナック火山島、行きます。赤い林の駅、どこ？とりあえずは一旦下に、あ、さっきのマークやね。結構距離あるな。219とか書いてなかったわ。まあまあまあ、向かいましょう。あれか215。しゃあ行くぜ。ダッシュダッシュダッシュ。やめて、来ないで。さあ行くぜ。背中ぜ火山。うわ、暑そう。信じられないぐらい暑そう。早めに地面に近いところに。あ、そっか、こいつらおったっけ。この辺のも集めとこうっと。げんこつだけ。よしよし。お、始まった。なんてやつだ。スタンダンを当てても効かなかったぜ。もしかして俺様の作り方が間違ってたのか。作り方じゃなくて、まあまあまあ、でもいい線いっとったんやろ。スタンダンで動きは止めたのに、かすめとるのに失敗しちゃった。ただ単にそのスタンダンを使った後の行動が下手くそだけ、だっただけやないん。私こういうのあまり得意じゃなかったわ。まあ、私に任せとけ。私も得意じゃないけどな。全くもって得意じゃないけどな。へえ、怖いよめちゃくちゃ怖いよ。かすめ取るについて、L を押し込みしゃがんでから A を長押しでかすめ取るが使えるぞ。長押しのゲージが溜まるとルーレットが始まるので、タイミングよくボタンを押せば成功だ。素材はもちろんお宝もかすめ取れるかも。待って、よくわからないんだが。L スティックを押し込んでしゃがんでから A を長押し。で、長押しのゲージが溜まったらルーレットが始まる。ほう。ちょ、待って、その前にさ。ちょ、待って、弾切り替え。石ころ弾じゃなくて、あの。え、泣くね。待って、どれ。スカウト団じゃないの。マヌーサ団、ルカリナ、ホエミ。え、泣くない。え、スタンダンどこ行った。違う。違くって。ちょっと待って。持ち物。え、弾。え、スタンダン作ったよね。これやん。え？どういうこと？ねえ、スタンダンあるよ。え、これをどうすればいいの？こっち？あ、なんかこの辺でも。あ、なるほど。なに？これの派生系ってこと？これ。これ、全部横にあるわけじゃないんだな。あ、そういうことやね。なんかパワーアップ版ってことか。これホイミ弾で、下がベホイミ弾やけん。マヌース、あ、状態異常系ってことか、これ。あ、なるほど、なるほど、そういうことね。ちょ、びっくりさせんといてや。はい、スタンダン。よし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 、オッケーオッケー。さあ、これで、かすめとる。で、はい、ゲット。5万ゲージが溜まった分。やった、一発成功やん。よかった。いやー、びっくりした。玉どこ行ったって思ったわ。角の流石を手に入れた。よしよし。おお。なんとか作戦成功だブー。ライバルたちに取られる前に7つの流石の1つをゲットできたブー。よっしゃ、やったブー。やったねー。おかえりなさい。まやちゃん、角の流石を手に入れたみたいだね。結局先起こされちゃったな。悔しいけど仕方ないわ。その辺はちゃんとね。でも今度は負けないからね。シルフ王国隊の意地を見せるわよ。すげえじゃねえか、ハニー。俺様にもできなかったってのに。
まだ君強そうじゃないしな。一つ相談なんだが、その角の流石を俺様に譲る気はねえか？いや、ねえよ。冗談さ、そこまで落ちちゃいねえぜ。俺様はもっとすげえお宝を探し出してみせるからな。そして、親分に認めてもらって、ギンギーラ空賊団に帰り咲いてやるのさ。なんかいいね、こういう、みんな、卑怯な手とか使わずにさ、ちゃんとなんか、お互い認め合っとる感じ。なんかちゃんと競い合いよる感がある。実は、つばいた草原島のパタニ湿原にお宝が眠ってるって情報を手に入れてな。しかも情報提供までしてくれる。そいつをこれからいただきに行くんだ。それじゃあ、アバよ。なるほど。次、メインクエはそこなわけですね。ニャゴスって空賊なのに、ちょっと変わってるわね。あ、私も帰るね。レオバン隊長に報告しないと。はぁ、きっと怒られるだろうな。しょうがない、しょうがない。角の流石、角の形をした不思議な石、底知れない力を感じる。何個あるんやっけ？ 7 つって言った？ふぅ。まあ、一旦、帰ります。次、ニャゴスが探す宝箱。え？あ、何回でもチャレンジでき、お宝は手に入らんかもしれんけど、あ、でも違うお宝なら手に入るんやない。てか、あれも、仲間にできるんかな？そういうことかな？なるほど、なるほど。まあ、とりあえず帰ろう。帰ろうぜ、帰ろうぜ。ブヒヒ、ブヒヒ。よいしょ。あ、でも一個ぐらいお宝持って帰りたいな。ねえ、一個ぐらい持って帰りたいよね。何かしら。あれなんか結構近い距離に何かしらあるけど、あれ何？何のマーク？ピリ辛ペッパー。日輪の花。あれあれ、150m先ぐらいにあるやつ。ほかほかストーン。ほかほかストーンってさ、まあ、穂村の里の時にあったやつよね。あれ違うっけ？こいついつ見てもねえんやけど、なんか。え、こっちって何があるんやった？えい。ちょ、いまいち、よくわからんけど。とりあえず向かう。まあ結構近いよね。あ、でもここ。はい、ドラキュン。そして。はい。どの辺だ、あれ。こっちは来てなかったんかな。ん？この中だな。なんだなんだ？あ！石碑やん！初めて石碑見つけたぞ。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヨには読むことができなかった。アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。おー。竜とは全ての生物の頂点なり。彼らは神竜の庇護のもと、彼らの世界で永遠を生きることができる。うん。よくわからんけど。あ、でもこれをハイエンに報告したらいいんやね。ハイエンってあれやろ？さっき駅のとこにおったやつよね。あの男の。あそこまで戻るのか。まあ今度来た時でいいんじゃないかな。とりあえず、戻るか。え、使えんやん、キメラの翼。どういうこと？あ、もしかしてあれ？シュンって戻ったら何かしら、あの何、イベント的なものを飛ばしてしまうとかそういうことかな。ね、駅とかでなんか起こるんかもしれんね。まあじゃあ進んでいきますか。よ、ここいけるかな。ジャンプ。おお、いけた。リアルで絶対そんなとこ挑戦したくないけどね。落ちたら終わりやもんね。怖い。ってことはあの、あと190なんぼのあそこか。よろしくな。よ。あ、オッケーオッケー。着いた着いた。あいつやんね、肺炎。
調べてきたよ。あんなとこ子供に行かせるなよ。ヘリオラ溶岩地帯のどこかにある石碑を見つけ、その内容を読んで俺に教えてくれ。もしや石碑を見つけたのか、ならばその内容を俺に教えてくれ。はい。マヤはハイエンに依頼を受けた石碑の内容を伝えた。なるほどな。石碑の内容は確かに聞いたぞ。後ほどアデマワ様に報告しておこう。お前には世話になったな。この赤い鍵を礼としてやろう。同じ赤色の宝箱を開けられるらしいぞ。これをやろう。宝箱の鍵。まあその宝箱を見つけるのが一筋縄ではいかないようだがな。マヤはハイエンから報酬を受け取った。あ、てことは結局君らが宝箱を見つけれんかったけん、その鍵は役に立たんかったってことなんやね。いらんけんくれるんや。何これ。採掘マシン。竜の大地で見られる謎の機械装置。地下から何かを採掘してるらしいが、詳しいことは分かっていない。何それ。同じ色の宝箱を開けられる赤い宝箱。赤の鍵、アネモア親衛隊員、ハイエンからもらった赤色の鍵。調査をしている時に見つけたらしい、同じ色の宝箱を開けられそうだ。ふんふん。この採掘マシンは何かに使えるん？アネモア様は古代の歴史のこと以外はあまり興味がないように見えるだろう。だがそんなことはないぞ。親衛隊の俺たちのことも気にかけてくれる。こないだは差し入れに手作りの弁当を持ってきてくれたのだ。おお、手作りすごいね。自分で料理とか しなさそうなのに。で、石碑の調査、他に任されとったのは別の地域かな。なんかあったよね。あれ誰やったんかな。ブリサに調べてって言われとったんかな。はい、帰ります。一旦帰ってきたぜ。ワクワクします。早速お宝を鑑定しに行きましょう。何の像やろう。なんか角生えとったよね。ドワーフ的な感じ。あ、これ違うわ。思ったのと違った。イレブンに出てきたやつかなと思ったけど全然違った。ダストンの像。ダストンって誰やっけ。ガラクタをこよなく愛するガラクタ城の城主の像。なんか説明も聞いたことある気がする。あ、結構やね。やばいやん。138万やって、この1個しか持ち帰ってないのに。すげえやん。しかも普通よ、普通状態。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。前は鑑定して宝物庫に移すことにした。あ、それがさっきのあの採掘機。あれもお宝の一つってこと。こっちやった。そっかそっかそっか。これね、レジェンド。いいじゃん。これにも価格がつくんや。え、1000万。やばいやん。砂の形をした不思議な石、底知れない力を感じる。あ、でやっぱこれもなんやね。なるほど。初めてのお宝だぜ。採掘マシン。140万いっとる。159万。え、じゃあ今回私ね、自分で見つけて取ってきたやつ1個だけやったけど、めちゃくちゃ稼いできたんや。団員の誰かが知らぬ間に台座に飾ったマイトレジャーを磨いてくれたようだ。あざす。あ、ミルダーの像、その2がピカピカに。その1もあるってことよね。その1は女の子かな。一歩ずつです。うわー、一気にや。一気に。今それなりお宝ハンター団やけど。はい、ランク5、そこそこお宝ハンター団。イエーイ。え、これランク6まであるんかな。10かなね。5でそこそこってことはまだ上があるもんね。ギブアンドテイクなのです。オッケーオッケー。冒険で疲れたマヤたちは焚き火の周りで一休みすることにした。アイナダンもお宝もだいぶ集まって立派になったわね。アイナダンの名前もこの調子でお宝を集めれば広まっていくわ。団員もたくさん集まってきて、さらに大きな団になっていけるはずよ。でも僕らのことが知れ渡ってくると、他のお宝ハンターも黙ってないと思うブ。そうそうそう、今までみたいにね、誰にも注目されることなく、なんかゆるい感じでいいお宝をかっさらっていきたいんやけど。そうね、お宝を奪いに来るかも。もしもの時は頼んだわよ、二人とも。え、ここに乗り込んでくるってこと。
弾のことはいいとして、7つの流石の方はなかなか集まらないわね。これじゃあいつになったら帰れるか分かったものじゃないわ。ブブ。でもここでの冒険もちょっと楽しくなってきちゃったかも。ニュン。あたいだって2人と宝探しの旅をするのは悪くないなって思ってるわよ。しばらくは付き合ってあげるつもりだけど、7つの流石探しを忘れないでほしいわね。大丈夫、忘れてないよ。それじゃあ今日はゆっくり休んで、明日からまた頑張りましょう。おお。頑張るぜ、頑張るぜ。え、マヤたちのお宝を狙ってライバル団が襲いに来るようになった。嫌なんですけど。それを追い返すために戦闘せんといかんとかそういうこと？うえ。これからはお宝探しの時や本部島に帰った時にライバル団が襲いに来るので注意しよう。なんか、増えた。暖気クエストができるようになった。襲ってくるライバル団を倒し、旗を奪おう。え、後で暖気クエストが書かれている掲示板を見に行ってみよう。はぁ、やだわー。あ、デイリーもなんか、クリアしたっぽいな。新しくは別に何も増えてないんかな。あと仲間にできる子とかは、あ、いなさそうだな。マーク出てないわ。応募が来てます。あ、加入可能。ツッキー、ブルボン。いや、しかしな、足りません。アイテム的にはそうなん、料理ができんと結局無理なんよね。加入って、あ、ゴージャン来れるよ。え、入れよう入れようね。レベル的にもすごい助かる。戦力戦力。ゴージャン、ゴージャンはどんな感じのことができるんだ。はい、でっけ。めっちゃでかいな。何、結構美声だね。ゴージャンが仲間に加わった。いいですね。パーティーメンバー入れ替えようや。ゴージャンはどんな能力があるの。え、待って、見えないんだけど。ちょっと待って。ちょっと待ってね。メニュー、パーティー。あ、そっか、ここじゃダメなんか。こっちでか。我が輩に任せ。あ、派遣から帰ってきた。派遣だな、戻っているぞ。おかえり。お、大成功やん、やったね。おー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 、いいねいいね。5万。どんなもんだ。え、今までさ、素材しか持ち帰ってこんかったよね。初めてお宝ゲットしたんじゃない？金の指輪。よきよき。いいの。はい、もう一回。行っておいで。一丁行ってみるか。休む暇なく出発させるやつ。んで、パーティー編成。ゴージャンがどういう能力を持っとんかをちょっと一旦見たいんですけど。待ってね、一旦。サーチ？何サーチって。どれで見れる？ X ボタン。ねえ、サーチって何？わからんな。でもなー、ハイジャンプ、ダッシュ、滑空、絶対どれもいる気がするんよね。どれもいる気がするんよね。この中で、どれが一番って言われたら、ダッシュは、まあ、そのスピードが遅くなるっていうのはあるけど、行ける場所的には別に変わらんっていう。だってハイジャンプなくなったら高い位置行けんなるやん。滑空なくなったらちょっと離れたとことかね、飛び移れんなるやん。めっちゃ遠回りでやったらいけるかもしれんけど。どうなん、ちょっと難しいんですけど。難しいんですけど。とりあえずイングリッドと入れ替えるか。より情報だブ。探索連携、サーチ。サーチタイプの探索連携を使うと近くにある素材や木枠の場所がわかる。へえ。さらに拾える素材の数が増えるぞ。でもな、宝箱はあれやけど、素材は別にそんなわからんでもいいな。でも、まあ、パーティー自体を強くせんといかんけんね。やっぱレベルの高い子は大事なんや。やっぱもっともっとね、強い子たちを仲間に入れて、もっともっと強いモンスターたちを、スカウトしてきたいけん。調子はいかが。